ばんは、ファンクでーす。昨日ね、みんなでね、ちょっとオフ会を開きました。その時にね、代々木のね、きぬちゃん食堂へね、訪れた時のね、映像です。ここでね、なんとね、きぬちゃんラーメンっていうのがあってね、きぬちゃんラーメン、とってもね、なんか安くて有名なんだけど、あともう一つね、ここにね、きぬちゃんカレーっていうのがあるのね。ここでね、特盛り 1kg 700をね、注文しました。でね、参加者がね、何人か挑みましたけどね、ファンクもね、挑みました。で量はね、軽く 1kg 超えてるでしょ。いや、かなりね、ぐっそり入ってるからね、ファンクびっくりしちゃった。でね、まあみんなのね、見た感想ね、1.5 あるんじゃないかな。でお店の人にね、これ1キロ以上ありますよねって言ったらね、まあ合成でいいじゃないですかって、このね、なんか適当な感じがすごく好き。ここでね、注意があります。今からね、数分前にね、お酒一杯頼むと1貫ね、10円でね、お寿司がね、頼めるね、お店行ってたのよ。すぐ近くなんだけど、それでみんなね、いっぱい食べたのね。だからね、それなんでね、ジャスね、お腹がすごい出てるとか絶対言ってはいけません。とてもね、傷つくね、年頃なんですよ。胸がね、チクチクね、痛んじゃう。だからね、決してね、妊婦とかね、それだけは言ってはいけません。これね、ファンクからのね、注意です。実はね、お腹貯金ね、今、定期をね、契約してまして、でね、毎月ね、いっぱい入れとかなきゃね、いけないのよ。契約っていうものはね、そういうもんなんですよ。でね、満期ね、いつ来るんだろう。全然来ない。だからね、おろしてないからね、いっぱいね、お腹出ちゃってるだけだから。ね。おろしてないだけだからね。それでね、このね、きぬちゃんカレーね、とってもね、濃厚でね、こってりしてるからね、いや、1キロはね、美味しいんだけど、このね、濃さがね、なかなかきつい。で、ライスね、どれ、1.2 ぐらいあるんじゃないかな、1.2 か 1.3 ぐらい。かなり多いよ。でね、上にね、ガーリックチップが乗っててね、なかなかね、濃くてね、まあ、ね、検討して頑張りましたよ。それでね、明日ね、明日とかもう今日ね、上げる動画はね、こっからね、もう1分ぐらいのところ、1分もしないかな、30秒ぐらいのところにね、あるね、お寿司屋さん兼飲み屋みたいなね、立ちながらね、食べるところがあるんだけど、そこすごいのよ。1杯でもね、お酒頼むとね、なんていうの、お寿司ね、1貫ね、10円で頼めるところがあるのよ。そこね、行ってきました。でね、店名はね、まだないのよ。だから無名のね、お店なんだけどね、そこいっぱいね、食べてきちゃった、ファンク。みんなでね、あまりにもね、安いんでね、いっぱい頼んでいいのかなってね、最初ね、悩んだのよ。で、お店の人に聞いたらね、いや、普通、一番最初にね、一人ね、20貫ぐらい軽く食べていきますよって言うのよ。そんなに頼んじゃっていいんですかって言ったらね、いや、どんどん頼んでくださいって言うからね、いや、もう、飲めや食えやのね、もう宴ですよ。ラーラーラー、ラ族になってぬごう、ランランランラーラー、すぐ捕まるから。でもね、もうびっくりしちゃった。だって20貫頼んでもさ、200円だよ。でね、味がね、まあね、それはね、あげるからね、今日。楽しみにね、みんなね、待っててね。いや、もうすごくね、
あの炎上してきました、ファンクちゃん。ここでもねかなり飲んだんだけど、この後もね、この前もで隣のお店もかなり飲んだんだけどね、いやーね、休みの時にねお酒飲むのはいいですね。でね、このお店でねファンク一番飲んだのはね梅サワー。女性もね、もしね訪れたらね頼んでください。梅サワーめっちゃうまい。でね、何時間だろう、7時とかそんぐらいかなからね、まあ3時間とか4時間ぐらい飲んでたんだけど、だいたいね1人ね2000円ちょいだったどんだけ安いのよいやすんごい飲んだよ、信じられないほど飲んでね2000円ちょい。遊戯はね学生街だからね、やっぱりね破格のねお店がね多いですよ。お店の人もねすごくね親切だったし、本当にねありがとうございました。とってもね満喫できました。あと参加してくれたね皆様ね、どうもねよろしありがとうございました。それでは相談のコーナーへ行ってみたいと思います。相談ですが、向こうが続きをして困ってます。浜のママ、ママさん、この間ね広告ありがとうございました。ワンクちゃんね感謝感謝です。でね、このぬこちゃんね、もしかしてさ入場するときさ、ティン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 ごめんなさいこれはね解決方法はねただ一つ、ママさんがねいつもね真っ黒のね服を着てればね、もうそれでねもう OK。 どういうことかっていうとね、黒い服ばっか着てるとね黒いカリスマじゃない、昔ね東流でね蝶野がね黒いカリスマでやってたからね、天山はね何かとね続きしてこない。知ってるわ、ごっつええ感じのさ年末に出てくるガーッテムっていう人、その人がね黒のカリスマと呼ばれてる人だから、だからね家へいる時にね黒服をねいっぱい着ましょう。それでは続いての相談です。私は一人暮らしなのですが、実家が農家なのでお米を送ってもらっています。本当に助かっているのですが、この間1キロほどもらった後にすぐ親から電話で、あの米は虫がいるから捨てなさいねと言われました。小さい頃から農家で育った私はお米を作る大変さを知っていますし、ご飯には一粒一粒神様がいると言われて育ってきたので、お米を捨てることに抵抗があります。でもこれは体験したことがある人はわかると思うのですが、米に虫が湧いたことのある私はあれを食べる勇気もありません。洗えば流れるとは言いますが、あれはもすら、このお米どうしたらいいでしょうか。実家に戻しても母親も父に隠して捨ててるみたいなので、夏みかん。ファンクのさ上司にあげよっかそれがねすごくねいいかもしれない。黙ってね、いいお米があるんでどうですかって、田舎から送ってね来たんでねお裾分けしますって、どうだろううん、もうその話はいいですかファンクもね秋田でね農家やってるところからね、よくお米送ってこられてね、
うちね、ぶっちゃけね、お米買ったことないのよ。だって毎回毎回送ってくれるからいっぱい、でね、確かに虫がいるけど、まあ食べるのね、勇気いるよね。洗ってね、まあファンクはね、ぶっちゃけ食べてる。でもね、女性だからね、夏みかんさん、この文章だとね、多分女性だと思うんだけど、虫はね、ちょっと抵抗あると思うから、まあ、とりあえずね、洗うだけ洗ってね、観葉植物の上とかに撒いてみたら、なんかね、美肌になりそうよ。ただね、なんか捨てるのもったいないから、なんかね、植物のね、肥料にしてあげるとかさ、いろいろやってみたらどう？ね、せっかくね、もう一粒一粒ね、神様がね、多分いるって、秋田でもよく言われてるけど、捨てるのね、抵抗あるんだったらね、そういう風にね、してみたらどうでしょうか。植物にね、虫がね、うつらないようにね、ちゃんと洗ってね、天日干ししてからね、やってみるのね、いいかもしれないよ。お米のね、とぎ汁でね、育てた観葉植物ってすごい育つんだよ。だからね、砕いたりしてね、ちょっとね、いっぱい中のね、水分が入るようにね、とりあえずね、やってみたらどうかな。じゃあね、今日はここまで。それじゃあねー。